本日は多数の皆様をお集まりいただきましてありがとうございます前半の第2四半期の連結の業績については私の方から後半の業績見通し及び今期以降の計画につきましては社長のこれらよりご説明させていただきますのでよろしくお願いいたしますではあのお手元の資料もしくはこちらのスクリーンの方をご覧いただきたいと思います早速始めさせていただきます まず2ページ目なんですけれども、第2四半期ですね、連結業績のポイントとして4点ほど書かせていただいております項目としましては、前期の部分とはあまり大きな差はないんですけれども、こちらの中身について、これから具体的な説明をさせていきたいと思いますけれども、ポイントについてだけ確認をさせていただきたいと思います。 売上高につきましては、連結売上高、前年同期比5.1%増ということで、過去最高の売上高を継承させていただいています。合わせまして営業利益につきましても、今期5期連続を目指しておりますけれども、この第2四半期も順調に業績を伸ばさせていただきまして、過去最高益という形になっております。合わせまして営業利益率ですけれども 12.、12.1%、前年同期比0.5ポイント増と。 いうところでこちらにつきましては今期連結業績としては12.7%を目指しております二番目なんですけれども財務体質の改善ということで自己資本比率こちらの方が69.8%前年末期ですね2.0ポイント増という形になっております流動比率につきましても記載の通りで189% 前年同期比2.6ポイントということで、財務体質の改善も順調に来ているかなという形に睨め入れると思います。3点目なんですけれども、顧客基盤とサービス収入の拡大ということになりまして、従来から当社が目指しております新規企業向けの売上高の獲得ですね、こちらの方後ほど詳しく説明させていただきますが、30.8%、売上高に占める割合です。こちらの方も前年同期比で 1> 1ポイント増という形です、えー、さらにソフト保守サービス収入、えー、こちらの方なんですけれども、えー、こちらも順調に伸びておりましてアフターサービスの収入とお,お考えいただいて結構だと思いますが、えー、こちらも前年度を聞で6.6%、えー、増という形になりました、えー、最後ですけれども、えー、受注算、えー、こちらの方が極めて重要なんですけれども、えー、この9月末現在でシステム導入契約売,りだ売上高ですね こちらの実数段表の方は単体なんですけれども、四点八七ヶ月前年同期で零点六六ヶ月ということで順調に受注後も獲得できているというような状況になります。続きまして三ページ目になります。こちらの方が第二四半期の業績連結業績のサマリーということになりますので、簡単に読み上げさせていただきます。真ん中の赤い文字のところが当連結四半期になります。 売上高118億3300万、前年度比105.1%増売、売上総利益ですね、76億3600万10、106.4%、営業利益14億3300万110、110%、経常利益14億5200万10、108.5%、当期純利益8億3700万10、102.9%となりました。 まあこの中で、売上高なんですけれども、前年同期費としまして、約5億7000万ほど増加させていただいています。まあ、うちはあの特徴的なところにつきましては、後ほど解説しますけれども、この中で約1億円ほどが子会社の売上増というところで、子会社の売上が寄与しております。販、え、管、ー、費なんですけれども、3億3000万ほど前期費で伸びております。こちらの要因としましては、 今期ですね、グループ会社全体として約78名ほど新卒の獲得をした関係が一つあることと、あと CM ですね、テレビ CM につきまして、今期もかなり枠を広げてやっておりますので、こちらの広告反則費、こちらの方の増加というところが、前同期比として3億3000万ほど押し上げております。さらに こちらの中では、経常利益率、あと影響利益率ですね、こちらに比較して、当期純利益率が低いんですけれども、残念ながら、第二四半期で株式の評価損を6000万ほど計上したことによりまして、このポイントが若干低く出ております。あと、右側のところで特徴的なところで進捗率、記載させていただいてますけれども、 売上高につきましては、通期の見通しの中から50.1%、すでに進捗率を達成しておりますが、経常利益以下のところにつきましては、まだちょっと満たすという形ですけれども、これをカバーする意味でも、実有算ですね、先ほど申し上げましたように、4.87か月、こちらの方を保有しているというところをご理解いただきたいと思います。続きまして、4ページ目になります。 こちらのグラフが二つありますけれども、こちらの方左側のところがですね連結売上高のよ四期の推移になります。こちらの方を見ていただきますように、2012年から,から2015年こちらのまで107.7%、103.8%、106.1%、10 105.1と安定的なあの業績の確保ができているという形が見て取れると思います。 合わせまして右側ですけれども、こちらが利益ですね、えー、測ったように右肩上がりという形で直線的にはなっておりますけれども、これが現実で、えー、うまくこう順調に伸びているというところで、えー、4年前103%から、えー、当期112.1%まで順調に売上高影響利益率も確保できているというようなことが、こちらの中で伺えると思います。えー、続きまして5ページ目ですね。 こちらの方が販売先別売上高推移というところでこの中には当社大きく販売先というところの中でこちらの方に書かせていただきますが一番上の表の色使いのところが子会社売上になります薄い黄色い筋に入っているんですけどもこちらが本社系の売上高というところですあと緑色こちらがパートナー向けの売上 赤い,文字の赤い色の使いのところが会計事務所向け、あとブルーのところが一般企業向けというような区分になっております。まあ、こちらのところはあのシステムの導入契約売上高というところにフォーカスしておりますけれども、見ていただけると分かりますように、えー、右側のところで基礎予想費、こちらのところで会計事務所向け売上高、これが当初、考えけていたものよりも、 大幅に増加しております149.3%です、えー、こちらの要因なんですけれどもやはりこちらの方はマイナンバー関係が非常に寄与しているという形が見て取れます、えー、合わせましてマイナンバーそのものにつきましてなんですけれどもまず第2クォーターまででは売上高の計上というのは数千万程度しかこの中では寄与しておりません ででなおかつ、その中でマイナンバーという言葉を出したんですけれども、関連するマイナンバーに関連するセキュリティ関係の商材ですね、こちらも順調に伸びて、またマイナンバーという形のキーワードの中からリプレイスが増加したという形です。で逆にですけれども、企業向けの売上高が予想よりも若干こう大きく下回っていると、83.1%。 前年同期にしても98.0%という形の結果に終わっております。えこちらなんですけれども、あの全体的にマイナンバーの、えー、企業がいろんな形で受注算も含めて出ておるんですけれども、あのーまあ、当社の死者、えー、の要因数は限られております。まあ、その中で、えー、結構マイナンバーにですね、個数が取られてしまったこと、あと先ほどからあ次のページ等でも説明を加えますけれども、 新規の獲得ですねこちらの方を寄与しておりますけれども、新規の獲得にはやはり時間が要するというようなところもありまして、企業系のリプレイス等は、この上期においては、あまり順調にはいかなかったという形のところで、当初見込んでおりました、会計事務所向け、および企業向け、こちらのところが逆転に成功したというような形になります。 今、少し触れました6ページ目になりますけれども、こちらの表で表しているところは、新規の獲得、こちらがどのような形で伸びているかというところを示させていただきました。システムの導入契約の売上高74億5700万、こちらの中で色使いのところで赤い文字が先ほどと同様の会計事務所向け、あとブルーのところが企業向けの販売売上高になるんですけれども、 その中で注目をしていただきたいところが一番下の下段のところですね、まあ、こちらのところが企業の中に占める新規顧客の割合を数字で表したところ、あと折れ線グラフになっているところが企業向けに占める新規の売上、新規比率ですね、こちらが30%を超えるぐらい、こちらまで新規の方の獲得というところが特に企業向けにおきまして、 注力させてていいただいてこういう形か少し述べてい形がてますこれは次に説明していきますサービス収入当社においては非常に安定的な収入に結びつくんますけれどもこちらの方に大きく寄与する一つの要因となっております7ページ目がですね先ほどの売上高の構成比率の中のシステム導入契約と 対するサービス収入の売上という形になります、まあ、いわゆる補修売上という形になると思うんですけれども、えー、こちらの方を見ていただきますと、えー、4期比較のグラフが出ておりますが、えー、順調に全体的なボリュームとしましても、えー、増えていることが分かると思います赤,赤いグラフのところが、ね、TVS 会計事務所向けの総合保守サービスですね、えー、こちらの方も 1> 1. 増という形ですあとソフト使用料これはあの会計事務所様を通じたレンタル売上という形になっていくんですけどもこちらの方も順調に伸びておりまして4億6800万とこちらの気象の予想比よりも順調に伸びておりまして気象予想比110.3%増という形になっております。 先ほどあの新規の企業向けの割合が順調に伸びているというところが次のサービス収入のブルーのラインのところで現れると思うんですけれどもこちらの方が前年と比較,比較しましても 109.2%17 億4600万これはまだ上期の状態です下期に向けてもこちらの方が順調に寄与するという形になります 基予想費と比較しましても103.4%という形になります。あとまたあのハードネットワーク保守ですねあの下から2番目のグレーのところに5億8900万と書か,かれておりますけれどもネットワーク関連のところとハード売上げこういうところも順調に保守サービスというところが伸ばさせていただきまして前年同期費106.3%。 基礎予想予想費としましても106.5%という形になります。一番右の進捗率をご覧いただきたいんですけれども、サービス売上ですね。こちらのところが東証通期で見込んでおりましたものよりも、まあ全体的には50、えー、55.2%ですね。えー、若干あの新調率とすると。 ソフト使用量のところが49.7%という形になってはおりますが全体的にはサービス収入全体の進捗率は非常に高まっているというところがこの表の中で見て取れるんじゃないかというふうに思いますはい、次8ページに移らさせていただきます今まで販売先別ということだったんですけれども 商品別として何がこの売上高の中で大きく寄与したかというところがこちらの品目別の売上高推移というところで表させていただいてますまずは一つ目なんですけれども一番上のグラフのところのラインなんですがこちらがハードウェアの売上高になりますこちらのところなんですけれども3期前こちらが13億8900万こちらから次の期15億飛んで900万 これはもう XP、切り替えの形の中で大きく伸長したというところがあります。次に今期なんですけれども、こちらの方が紙期の部分におきまして、14億6100万という形で、前年度比96.8%という形です。ところが、気象予想比で107.9%、これ、どういうふうな形で。 こういう数字になったかと言いますと当初は XP の影響でもっと大きくハードウェアの売上高が落ちるだろうと予想しましたがおかげさまで先ほど説明をさせていただきましたようにセキュリティ関連の売上ですねこちらの方がハードウェア全体の中の底上げをしたというところで前年と比べますと96.8%という形で減少しておりますけれども 当期の予想比からすると107.9%というところで進捗率におきましても54.8%という形に順調に伸ばさせていただきました続きましてブルーのラインなんですけどもこちらの方46億1700万103.5%こちらがソフトウェアの売上高になります 説明としましては一番上段のところに書かさせていただいてますけれども、中堅企業向け ERP のガリレオプトですね、NEX1、こちらが好調に推移しまして、これに伴ってカスタマイズが入ります。その個別ソフトの売上がこちらの方が合わせて順調に伸びたという形になっております。ただ、前年と比較しまして10、103.5%の売上は継承できましたけれども、 当初はもう少し伸びるだろうという形のところで、えー、予想比としましては195.4%という形で終わっております。えー、続きまして、えー、今ご説明したソフトウェア導入する、えー、この導入支援料という形のところが、えー、薄い紫色に書かさせていただいているところです。 まあこちらは前年と比較しましてもそれほど大きな伸びではないんですけれどもソフトウェアが順調に推移したことによってこちらの導入支援サービスというところも堅調に推移したというところが見て取れると思います次にあのオレンジ色のラインのところなんですけれども先ほどサービス収入全体の内訳も説明をさせていただきましたがこちらの方はサービス収入全体的な 40, 40億5400万 え、百八点一パーセント増ということで、順調に伸びているというところはわかると思います。で、あの、一番右側の進捗率全体を見ていただきましても。まあ、先ほど、全体的なボリュームとしては少ないんですけれども。ハードウェアの売上高、で、気になる、当社のサービス収入ですね。こちらの進捗率が五十一点五パーセントと。 極めてて順調だととといいうところを見て取れると思いますで一番下なんですけれども薄いブルーのラインでもう一本だけ書かさせていただいてますけれどもこちらは後で出てくるかもしれませんが当社のビズオーシャンというポータルサイトが出ておりますこちらも会員数が160万会員を超えておりましてまだまだ事業部そのものでの売上高としては 大きなものではないんですけれども、実際今、広告収入として、年間では約5億円近いものが入ってくるような、そういう形の事業に成長しました。今後、この事業をもっと拡大する形にお取りさせていただいて、いろんな形の相乗効果を出していきたいというふうに考えております。続きまして、貸借対象表の方に移らせていただきます。ここちらの方あのの方真ん中の赤いラインのところで 示させていただいておりますけれども、まあ、大きい現金おび預金のところがえ減少しております。こちらの方あの後ほどのキャッシュフロー計算書でも出てきますけれども、実際にはえ現金売上債権の増加というところの比例するところですね、あと自,自己株式の購入というところが6億円ほどあったこと、借入れ金の返済と、まあ、こういうところも売上えー、すみません、えー、現預金の減少と。 といいう形に前期末対位で出ているところですこの中で流動負債と固定負債の中に入っておるんですけれども仮金総額としましてはこの9月末時点で11億トンで500万という形になりまして後ほどのキャッシュフローのところでも財務活動によるキャッシュフローはマイナスという形になっておりますが全体的にはかなり借り入れ負担が減ってきてと。 いう形になりますそれから <laughs> 自己資本のところなんですけども113、まあ、合計のところですね、まあ、こちらの方のマイナスの要因、えー、こちらは大きくは2つございます1つは先ほどキャッシュアウトのところで出ましたように、えー、自己株式の購入が約6億円ほどあと、まあ、BS 上の反映ということで株式の評価ですねこちらが約1億 5000,、えー、1億5000万ほど。 こちらの方が計上されたことによって、上期の利益の部分のところと相殺して、これだけのマイナスになったというふうにご理解いただきたいと思います。引き続きまして、10ページ、最後になりますけれども、キャッシュフロー計算書のところを簡単にご説明させていただきたいと思います。こちら、営業活動によるキャッシュフロー、こちらが収入として4億3400万。 こちらは右側に書かせていただいてますように、減少要因とプラス要素の差額分なんですけれども、まあ、税金等の調整前のところでプラス13億に対しまして、売りかけ債権の増加3億8000万、法人税等の支払い額で6億3000万等が大きな要因というふうにお考えいただきたいと思います。 2番目、投資活動によるキャッシュフロー、マイナスの1億8300万と書かせていただいておりますけれども、こちらは右側に書かれていますような要因が主な要因という形です。あと、財務活動によるキャッシュフロー、こちらも先ほどご説明させていただきましたように、借入金の返済、自己株式の取得、あと配当金の支払いというところで、全体的には期末と比較、前期と比較しますと、 約3億8900万という形の現状にはなっておりますけれどもフリーキャッシュフローも一応プラスとして確保させていただいておりますこととあの繰り返しになりますけれどもこの紙期におきましては受注残ですねこちらが4.8ヶ月という形を貯めておりますので下期以降また十分に伸ばせる余地はあるんじゃないかなというふうに考えております。 以上をもちまして、紙機の簡単ではございますが、説明を終わらせていただきまして、引き続き、これらの方から、今期の業績見通し、および中期経営計画について説明させていただきたいと思います。皆さんこんにちは。社長の小枝でございます。それでは、2015年度通期の業績予想、およびまあ中期、来年が260億という数字をやる2016年度のですね、 え、ここの、えー、仕掛かり状況というところに関してご説明を差し上げたいと思います。まあ,あの下期に関して、15年度の主な取り組み、今テラスからありましたように、えー、マイナンバーがま1、あ、つの、えー、特需というかそういった形になってきてます。で、それとあと失礼申し訳ないえー、主な取り組みとしてはここに書いてある通りなので、あの全ページに書いた。 というのとほとんど終わり同じなので割愛をさせていただきます。通期計画予想こちらになります。13ページ目になります。あの先ほど受注山のところに6月末の段階の受注山を言及しましたけれども、あのちょうど先週まで各支社全国でまあ7箇所検討活があるんですけれども。 まあそこでヒアリングとあとはまあ実際の10月末晩から想定される12月末晩の受注晩はこれは大きく伸長して6ヶ月近く半年近くになるということがもう想定されております。でまあ、あのうちですね、えー、3か月ほどが当期、要するに四半期3か月内中晩というのが。 12月までに一応たまる計画がすで、えー、に出ておりますので受注計画上ですね何を申し上げたいかというと12月の段階でほとんど続きの計画は単体においては達成するだろうということがほぼまあ見えてきているのかなということだけご報告させてげたいと思います、えー、牽引しているのはまず1点がやはりマイナンバーになりますでこれれののオンプレが売れているので、 ここはちょっと方向転換をですね実は指示させてクラウドの方に方向転換を追いましてです、ね、特に小規模事業者および小規模の会計事務所できれば中規模あたりここら辺はですねクラ,ウドに取ってクラウドを取っていくオンプロではなくてクラウドを取っていくという形でですね 仕上がりとしての,あの全体像としてはサービス収入をなんとか期末までに大きく伸長させようと今全体でもですねあの前年対比で上がっているんですがさらに伸長させることがこれは、まあ、いわゆる2016年の不だというふうふに考えておりますその他サービス収入もですね合わせて新規を積極的に獲得しながら上げていくというのが、えー、立て付けということで、まあ、実際にあの こういう言い方をするのは恐縮かもしれませんけれどもむしろ2015年を見ているというよりも2016年具体的にどう達成するかということを並行して私は考えながら今期の業績を仕上げていくまた2016年度のいわゆるプロダクトミックスまたルート別こういったところがどのようになっていくのかまた新規事業の立ち上げがどのようになっていくのかこういったところをですね、まあ 俯瞰的に、全方位的に考えながらです、ね、計画を立てていきながら今の現状の,この実績をきちんと執行していくというのが流れだというふうにご理解いただければと思います。で先ほども触れましたマイナンバーなんですが大きく分けると当社のマイナンバーは3つあります。お客ののニーーズに合わせてて種類の製品サービスを提供していると といいうことでございます一番売れているのがマイナンバーを自社サーバーで PC で管理したいという、まあ、オンプレ版ですねでこれをまあかじを切っていわゆるマイナンバーをクラウド上で保管しマイナンバーの登録は自社で行うクラウド版のマイナンバーでサービス収入をぐっと上げていこうという形を取ろうというふうにしていますそれから b p o ですねマイナンバーの収集管理業務を委託したいもしくはマイナンバーはクラウド上に保管したいと。 こちらもまあサービス収入に跳ね返ってきますのでこの大体まあ2つを中心に後半は行きたいなと思います、まあ、実績ベースでは右肩の方のほうに書いてありますようにマイナンバーのセミナーこれはずっと、えー、粛々とやっていきました前回全体では、えー、9月末の段階で170回集客は社数でいうと8000社集客人数は1億1000社ということです、えー先ほどもあの テラんの方からありましたけれども、紙金におけるマイナンバーの売上の給与は大した金額じゃなかったんですが、すでに中山の中では、5億以上のマイナンバーの受注が実装、実施されている状況にあるというところでございます。しっかりとです、ね、やはりここはお客様もお気づきになられて、今後、下目ですね、さらに増えていくのかなと、まあ、ここをトリガーにしながら、先ほど申し上げたように、全体で12月末までにですね、 第4四半期の売り上げをしっかり確保するというような立て付けで行っていきたいというふうに考えておりますまた一方でですねマイナンバーはこれはソフトの方なのでその外回りの、まあ、家でいうとちょうど何ですか、ね、壁というかお城でいうと城壁のようなところのセキュリティ商品これも合わせてを堅調に売れております、まあ、あの図で書いてありますようにここ我々のオリジナルの製品としてはソックスボックス これはですね、ログの収集禁止、いわゆるあの条項なので、マイナンバーの管理、こういったところのバックヤードの管理システムとして、非常に機能を発揮して、あの本当に一月100台、多い時だと200台近く出荷されているという、そういう状況にあります。また、まあ、多少製品になりますけれども、4T ゲートという製品が、これは入り口のファイアウォールのところに入っていると。 いう形で万全にマイナンバー管理システムとしてトータルでソフトウェアの供給だけではなくトータルソリューションとして供給をしているというところが強みになってお客様も非常に分かりやすくご導入いただいているというのがポイントになります。まあ、残念ながらそうういいいいったとと、まあ、いいところと悪いところろ悪で言うと営業これあの全員で 全国で配置されている人員は,これは当然有限ですのであのお客様の既存のお客様の方に営業がやはりどうしても行ってしまうケースになってしまう、まあ、そのために先ほども申し上げてましたよう、ね、に通期業績もそうですけどもなかなかあのいわゆる企業系のリプレイスの方まで突っ込んではいけない現状のいわゆるマイナンバー対象というところでお客様の顧客満足度を上げていくというところに営業を それから CS が動いているという状況になってくるかなというふうに思っております。以上がまああの MJS 単体のいわゆる導入契約系およびサービス収入系に関してのお話です。次はあの去年立ち上げましたあの MJS M&A パートナーズとここではあの丸二番に M マップと。 略して書いてありますが、こちらの進捗に関してちょっとお知らせしたいと思います。まあ、進捗をお知らせする前にマーケット全体がどういうふうな状況なのかということをこの16ページ目の方でちょっと認識を新たに持っていただけたらなと思っております。中小企業の事業事業支援のですね事業奨励支援の事業環境というところになります。まあ。 結論から申し上げますと16ページ目のです、ね、右側ですね、この60歳以上の,です、ね、この経営者の割合がです、ね、どんどん増えていくというところになります、2010年のところを見ていただけると非常に増えてくるということですね。ですので、やはりあの向こう、おそらく2020年のこれは中500億の売り上げにもかかってくるかと思いますけれども。 やはりこの事業承継サービスここをうまく取り込んでいくというかですねあの単体とレバレージュをうまく聞かせながら粛々と進行していきたいというふうに思っております一方ではあのクラウドのサービスちょっと単体の話に戻りますけど相関関係があるのでちょっとお伝えしたいと思います。クラウドが始まままってきますと、まあ、徐々にあの、ま、ず、えー、来年あたりから おそらくまたの基調ソフトを今使用量というところで取っている希少訓クラスのものからクラウド化がどんどん,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 どん進んでいく可能性が今、検討している最中なんですけれどもそうなってくるとです、ね、全体がクラウドになると現場にいるメンバーが当然今度は営業戦力というよりもむしろコスト化してくるプロフィットではなくコスト化してくるところをどのように対処していくかというところが次に新たに出てくる大きなポイントになるのかなと思っております。 したがって彼らが本当の意味でコンサルティングサービスセールスができるような教育をですね今から順に、まあ、最初に m マップを立ち上げたがまが非常に大きなポイントなんですけれどもここからですねコンサルティングサービスシステムトータルソリューションすべてができるような優秀なですね営業マンそれから CS をつ教育していくと。 いうところが来年以降の大きな課題になりまた今期やるべきことはそれらの立て付けまたテキストブックであったり標準化するにはどうしたらいいかという議論を徹底的に重ねながらですね進めていくということをまずやっていきたいなというふうに考えておりますまあ、そういう中での背景での市場環境がこういう状況だというふうに捉えていただければ非常にあの成長,成長するまあ,あ 可能性がが高いいマーケットととうことが言えるのではなないいかなと思いますで、現状なんですけれども17ページ目ですね同じような形で中小企業の握間手のいない中小マーケットにフォーカスするのが我々 MMAP のターゲットゾーンということになります。まあ、いわゆる m ブティックと言われているところはですねちょっと上の方を目指していますのでどちらかというと中小企業また小規模事業者、まあ、こういったところやまあ 個人事業主ここら辺のところのいわゆる小規模事業所、まあ、あの企業をここがまあ我々は逆に言うと ERP パッケージを入れているまた会計パッケージを入れているゾーンでもありますので、まあ、全国の会計事務所の先生方ときっちりしたアライアンスを組んでそこの顧問先がいわゆる前のページでお伝えしたような事業承継に困っているところと完全にイコールになりますので。 そこに対しての事業承継サービスを行っていきたいとこのように考えております、まあ、ちょうど MGS グループとしての関わり方が17ページ目に書いてます MGS の役割それから m マップの事業方針ということでありますで進捗なんですけれども下期のですね m マップに関しての取り組みといたしまして 今現状をお伝えします。まずは既存のです、ね、ユーザーさん会計事務所のユーザーさんと FA 契約を結んでおります。でちょうど今月失礼、えーと、10月からです、ね、本格的に全支社単体のほうの全支社社員です、ね、が FA 契約を導入するための M マップの説明に入っております。まあ、結果、あのか ちょうど10月末現在と1月であのパートナで紹介パートナー事務所が150事務所アドバイザリー契約までいった事務所が50事務所であります。ここをどん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 増やしていきながら少なくとも年内には最低でも500事務所のいわゆる、M、FA 契約ができる事務所を作るというところがまず全体を本当に成功させるためのプラットフォームづくりかなと。 継続してててこれは2016年度も行っっいいいきたいとういうふうに思っております結果として日本で一番の,このセルサイドプラットフォームの確立に向けての教育研修こういったところ会計事務所の先生方への教育研修こういったところをしっかり詰めていきながらですね大きく展開をしていきたいとこのように考えております。 まあ、紹介パートナーとそれからアドバイザリーパートナーこれはあの皆様もうご存じだと思いますけれども下段にあの違いが書いてありますので紹介料を単純にいただくのかそれとも実際の MA に関与していただいてあまあアドバイザリーフィーまでいただくのかという違いになっているというところでございますですのでまあ,あのおそらく成功すると成功した段階にはその段階でおそらくパートナー契約の方もアドバイザリー契約の方に移行して どどんどん強いです、ね、強固な基盤ができてくるのかなというふうに推進をしております最終的にはですね、まあ、ほとんど全ユーザー、まあ、私どもまあここで実はあの中心的に活躍していただいているのが弥勒会計人会という、まあ、あの私どものユーザー会ですね3,600事務所ほど全部で6,5008,500あ,あるうちの 中の3,500事務所がいわゆる会計人会といわれている弥勒会計人会といわれているところですがこことタイアップしてますのでまずは1年間で,です、ね、今期は500来期は3,000事務所以上は FA 契約を結んでいきたいなとこういった考え方で進めていきたいと思っております。ということで19ページ目なんですけれども2015年度の計画は 先ほどお話ししたようにまずポイントといたしましては12月末の受注えここがしっかり第4四半期の経常分を埋められるような見通しがついている状況にあるということを鑑みて全体の売上は今のところ変えてはおりませんしかしながら、まあ、あの第3次中継の目標の260億の売上それから 経常利利益、益、当期準利益これに対しては売上で24億のギャップがありまた経常利益で10億のギャップがあり当期純利益で6.4億のギャップがあるというところですねこれをもうすでに2016年度の予算というのは9月から取り掛かって今進んでいるというところでございます。 したがって実現可能性の議論から始まりながら MA も含めていろいろと MA の対象数として MA それから出資の対象者数としては数社ほどもすでにフォーキャストとして上がってきてあとは決済を待つという状況にもあるんですけれどもインサイダーなんだ細かいことを言えませんけれどもそういったところも含めながら数字も上げていく。 また先ほども申し上げたように利益率を向上させるためにはポイントとしてやはりサービス収入を上げていかなければいけないので継続して新規を取っていくことおよびその新規で取ってきた保守プラスマイナンバーこういったところをしっかり取っていきながら受注算をさらに増やしていって単体の売上のストレッチをしっかり上げていくというところにまずは主眼を置きながら側面で先ほど申し上げたような m マップの、えー 事業小形系のですねビジネスの伸長を確実なものにする準備をとにかく期中までに行っていくというところがまあ大きなまずポイントになってくるかなと思います。またあの先ほども申し上げたように、えー、とネットビジネスとしてはビズオーシャンがですね160万人以上行っておりますので、まあ、ここもどのように活用していくかというところが一つのまたと。 大きななポイントなんですがちょっとワールドワイドで見てみるとですねアジア圏には同じようなサイトというのは実はないんですねでまああのそういったことを考えていくといろいろアジアへの進出であるとか、まあ、そこに対しての投資であるとかそういったところも慎重に議論しながらですね東南アジアへの進出というのも考えていったらどうなるかというところも含めて やっていきたいといいとううふうに思っておりますいずれにせよこれはホワイトスペースをどんどん作っていきながらそこに広告収入を入れていけば入っていくもうかなり固いビジネスですので、ね、それをしっかりやっていきたいなと思っております。あとは新たなクラウドサービスの展開ということなんですがこれはちょっと申し訳ないんですがそのうち来年 無時間になるとですね、リリースできるかと思いますけれども、非常にあの大きなプラットフォームを今作っている最中です。決済系のプラットフォームになると思うんですけれども、まあ、こういったところにいろいろな当社のアプリケーション以外のものも載せながらやっていくというですね、そういった方向感で粛々と続けております。まあ、以上が大体2016年に向けてのですね、進捗状況ということであります。 ま営業利益率、失礼、売上高260億、営業利益40億、当期準利益24億5000万円、まあ、営業高、経常利益率が15.4%と、まあ、ここをきっちりで,す、ね、できるように、もうすでに今から準備に入っているということだけは、えー、ぜひご理解いただければというふうに思います、えー。以上で私からの説明を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました